高桑。さあボールを大きく出す。さあチャンスになりますよ。来た、フレジール。先手を取ります。0対1。直接狙うには絶好の位置ですね。さあ来ますよ。中野は、来た、プレジール。追加点のゴール。0対2。直接ゴール前には蹴ってきません。中野はバーッと来た、ゴール。追加点、突き放します。0対3。0対3、プレジール、ここからどうするか。ビューティフルゴール、プレジール。後半開始していきなりのゴールゲットです。0対4。ボールを受けに来ます。中に絞った、来た、追加点、プレジール。差を広げます。0対5。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り、0対5でプレジール大量得点でこのゲームを制しています。